学者。ルツェルンに生まれた。父親は日本についての書物フォンデンやポニーシャン、インザルンウンとこのぐらいコンを出版したレンバルト、ヒサットである。1604年にイエズス会に入り、1911年にインゴルシュタットで、クリストフ・シャイナーの黒点の観測を手伝った。シャイナーは後に、ガリレオ・ガリレーと黒点で論争することになる。1618年、 インゴルシュタット大学の数学の教授になったが、天文の研究を続けた。ヒサットは初めて望遠鏡を使った天体観測を行った人々の一人である。水星の研究を行い、1618年に出現した水星を観測し、マセマティカ・アストロノミカでロゴ、持つ、マグニチュージニイコーザゼカメテクイサブフィネムアン2618。 イニティウムアン2 6 1 9十九インコエロフルシットイゴ t Igorstatt X Typography Edelia No.1619 を出版した。水星が太陽を回る放物線軌道をめぐることなどを述べた。他にオリオン大成分の観測などで知られる。ありがとうございます。